まあ、お子さんもいらっしゃいますので、ちょっとあの豆はいっぱいございます、あのお餅もいっぱいございますので、押したり、しないように、怪我をしないように皆さんお気をつけてくださいませ。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。いや、元気なお子さんで、先ほど僕に豆じゃなくて財布を負けと言われました。それはご勘弁を。では行きたいと思います。行きますよ。福は桐生高校出身、入間川部屋の佐賀司関でございました。ありがとうございます。